世代。名前の通り瑠璃色の小さな魚なんですが、うん、青がとても綺麗な色の魚がいます。はい、その先に行くと南洋ハギさん、あのファインディングにものドリーですね。はいはい、あの青の鯉なんですよね、綺麗な。その他に、フェンスの奥で掃除する魚さんがいるんですが、はい、その、体の一部を青い色をしています。あ、なんでもう青って結構派手な色というか、目立たないのかなって思うんですけど、皆さん。そうですね、あの魚って特にサンゴ礁にいる魚、カラフルな魚がいたり、びっくり。青い。大丈夫です。このルリスズメダイとかのその 青の仕組みというか、その特徴ってどういった？はい、そのルリスズメダイはですね、青い色を体に持っているわけじゃないんですね。で、体の表面の表皮に色素胞っていう色をこう作ってくれる細胞がある、細胞があるんですけど、このルリスズメダイは当たる光を青色だけ反射する、自分は青くないんですけど光を青色だけ反射することで青く体を見せてるんですね。なので光が当たらないとベースの黒っぽい色になっちゃうんです。へえ、はい、光があるところでだけ青く、はい、光の中のいろんなこう赤から紫までの色のうちの青だけを私たちに返しているので青く見えるという、そんな仕組みになってるんですね。面白いですね。じゃあ光の弱いところだと色は違う色になるってことですか？黒っぽく見えるんですね。ベースに黒い色素があるので、その色が勝ってしまうということになります。そうやって青色を見せている魚もいるということなんですね。はい、で、水族館の中には生き物が何にもいない沈黙の海っていう、はいはい、ね、ありますよね。印象的ですね。はい、あれはどういったメッセージがあってああいう展示をしてるんですか？そうですね、もうとっても青だけの水槽なんですけども、生き物がいなくて、これまでその水族館で見てきた水槽にはいろんな動きのある魚たちや、それこそ色模様も綺麗だったり、いろんな動きのある水槽なんですけども、これは私たちがもしもいろんな環境のことを考えずに生活してると、あれ、いなくなっちゃう、なかなかこうインパクトのある水槽だなと思うので、ぜひね、その横にもですね、すごいいいメッセージが書かれてますので、ぜひ来られた方はですね、そこの方も見ていただければと思います。はい、ということで、この時間はイオワールド鹿児島水族館からですね、佐々木館長に青についてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、海というのは本当に大事な我々の資源ですからね。そうですね、豊かな海を守っていかないといけませんもんね。海から我々は多くの恩恵をいただいているわけですからね、はい、しっかりそのあたりを考えていきたいですね。遠徳さんのお出前中でした。では交通情報が入ってきましたのでお伝えします。道路交通情報センターから午後3時38分に入ってきた情報によりますと、県道297号、阿多川鍋線南九州市川鍋町田部田の佐々良は事故のため片側交互通